まあ、ちょっと一個粉にしてみて、コーン入れるんだ。そしたらピュッピュッってなって、でどうすんの？ここネザーこうで瓶。うん、適当になんか15本。いやー15本なんてもんじゃダメ。30本作ります。こうこうのこうの、なんか水汲まなきゃダメ。水汲みます。あ、鉄ブロックにしようか。確かにそれだ。いやストックされていかないんだ。それ言ってくんねえとよ。わかんねえし。やべやべやべ、やりすぎた。音がいい。音がいい。音が非常にいいですね。ちょん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 って。とりあえずこれを、とりあえず持ってる、今持ってるだけとりあえず持ってて、行ってみるかな。瓶、捨てまくってるやつびっくりしたわ。この、この、こう。はい。こう？こう！はい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 ！てっ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 て。うるさ。出るか？出るか？プリーン！え、どこにあるの？あ、これだ。あ、全部そうなってるっていうか。え、効果ないよ？あ、これが元になる？あの、水の中でね、いっぱい息できるやつ作ろうとします。これと昆布？あ、フグ？え、それを、あ、ここでできるの？もう。ここにフグ入れる？フグ結構釣ったような気がするんだけどな。ほら、ここで効いてきたフグが。あ、フグ。あ、え？あ、これもう絶対これいるんだ。はい。はい。はい。出た！すげえ！水中呼吸ポーション。え、たった3分？レッドストーンで延長。え、これま、それを、どういうこと？こういうこと？また、ダスト？それ。ね、そうだね。はいはいはい。こう？え、ドゥッドゥッドゥッ、なってるこれ。あ、ドゥッ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 。おん、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 おん。8分。もう一声？まだいける？ 90 分にできる？もう無理。求めすぎ。ああ、もうどん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 レッドストーン入れてったら90分になるでしょ、普通に考えたら。ね。あ、グローンストーンダストだと、効能の強化。ちょっと見てみたいな。これか。一回やってみるか。あ、これあれだ。効果延長したらもうダメか。効果延長するか、効果を強化するか、どっちかみたいな感じだ。あ、水中呼吸は関係ない。ちなみに、他は、どんなポーションあります？炎が手から出せるポーションないですか？暗視ポーション。それはどうやって作る？金の人参？はあ、なるほど。ちょ、一個作ってみるか、じゃあ。ハゲカポーションいらねえっつっても。いや、でも、いや、でも欲しいよな、ハゲカポーションさ。いや、これ、いや、てか、あるのか。ハゲカ、あれって、っていうか、マイクラのゲームだった、忘れてたけど。別ゲーじゃなかったわ、そういえば。影化ポーションってある？もしかして。あ、透明化ポーション。あ、名前が違うみたいな。あー、なるほどね。え、暗視ポーションって何なんですか？めっちゃ明るく見えるってこと？明るくなる。へー。で、これをこうすればいいんだっけ？使ってみるのが。別にまあ確かに水中じゃなくても、使えるってことだもんね。3分。え、ちなみにこれを例えば効果を強化するとこれどうなるんですか？暗視。昼並みになる。めちゃくちゃ強いじゃん、じゃん。一生飲んでたいじゃん。あ、パウダーで延長した方がいい？時間の方が大事？たまんねえぜ。また薬作っちまった。これを売りさばいて。一儲けだ。いや、でもそのエンダーチェストだね、じゃあ。これだって1個でしか持ち歩けないからさ。もうこれ無理だよね。持ってけないね、そのね。エンダーチェスト作れないですか今、僕。エンダーアイ！これなんだ？これ？これ？エンダーパール、エンダーパール。エンダーパールはね、あの、
声が世界一ブスなやつしばき上げて持ってるから。エンダーチェストはシルクタッチの力じゃないと壊れちゃう。マジ？デリケートなのね。んで、これか、エンダーアイ。出た！エンダーチェスト！これの中に入れられるのね。ああ、そういうこと？一個ずつね。はいはい。おい、食器でなんか結構入るような。まあでも一個分か。で、思いやれば、回収できると。すげえ。で、ここに入れて回収できるってことだよね。こうやって。で、これまた置けば入ってるってことだね。ああ、いいねー。これはいいもんですね。あ、中身共有できる？え、じゃあ2個いらなくない？あ、1個拠点に置いとく。ああ、そういうことか。それやばくね？強っ。マルチでやってたら最強じゃね？それ。ちょ、あれ、ちょっとあれ、ちょっとあれないわ。あれ入れて、つって。はい、ああ、はい、はい、つってポッて入れたら、はい、あるってことでしょ。負けないじゃん。絶対負けないじゃん、そんな。便利すぎるね。人参畑作った方が良さそうだな、この感じ。人参って種とかじゃないよね。ブスって刺す。人参畑作るかな、じゃあ。てか、骨粉で増やすか、まずは。いつもの骨粉幸運作戦でもうバチクソに増やすか、一回。骨粉は無限に作れるのよ、私はね。骨粉おじさんだからね。とりあえず、向こうのやつを全部取って、一回人参植えるか。めんどくさいから一回取るか全部。その先、足遅くなってる、足遅くなってるせいで、足遅くなっても手は遅くなってないから一瞬にしてなくなってしまった。やべ、スコップ。あ、でもまあダイヤのスコップ持ってきたら掘れすぎて逆にやばいか。ほら、はい、骨粉ドーピング、よし、はい、もう7個。はい、1回でもう7個できました。はい、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 骨粉ドーピング。はい、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 41個。これが骨粉ドーピングと幸運の力。あ、食べちゃった。うるせえな、どうせ入ってこれねえんだからよ。そこでおとなしくしとけ。そんな必死に、人参育ててる男に、何しよっつんだ、お前は。農家の人に謝れ、ブス。うひょー、人参天国や。こんだけ人参あれば、木の人参作っていっぱいね、暗視ポーション作る。なんないです。足だけおしゃれスケルトン9個できた。これだけあれば水の水中ポーションも1個作ろうか。もう3個作ろう。こんだけ作ったらどうすか。ビビってんじゃないの。なんだっけ、オーシャンモニュメントの人たちもうびっくりしてんじゃないの。ビってんじゃねえんか、オーシャンモニュメントのやつら。あいつポーションどんだけつくんだよって。スケール好きがなくなってしまうんじゃがって言ってんじゃないの。好きなんかねえんだよ俺には。お前たちはその海底神殿俺に明け渡すか死ぬか、どっちかしかないんだからな。震えて眠れ。あ、フグじゃない。やっちゃった。ちょっと。暗視ポーションまた作っちゃったよ。暗視ポーションおじさん。力のポーション作った方がいい。また新たな情報。どうやって作るんですか？ブレイズパウダー！ガチだな、それ。3種類もポーション。そんな強いの？ほんと強いの？なんかいんの？なんか魚人みたいな強い敵とか。いるわけ？舐めてんだけど、割と。絶対負けないと思ってんだけど。甘い？雑魚が死ぬほど多い。舐めてると処される。マジ？あ、ボスいる？なるほど。面白いじゃん。なんで乗った？じゃあもう作るか。そう、さばきはまあ撃てないよね。水中だからね。だからまあ、やっぱ剣だよね。そうなってくると、やっぱ剣。あ、トライデントあったら水中でもむしろ水中で強いみたいな。色が3分。攻撃力プラス3。これにさらに、これを強くするには何がいるって言ったっけ。これだと効果延長だよね。あ、グローストーンね。はいはい。グローストーンダストだっけ。やってみるか。
There are guardian mobs in ocean monument. なるほど。In guardian. Okay. All kill. 地図あれしよっか。地図ちょっと、なんかいるわ。ちょっと地図見てくるか。何と交換してくれるんだっけ、あれ。エメラルドかな。地図とエメとコンパス。OK。自力で回転してさ、絶対見つかんないって。だって森の洋館でさえ、あれ、森の洋館とか絶対見つけられなかったもん、あれ。見つけるので場所知ってても時間かかったかな、あれ。なぜか。なぜかっていうか、遠すぎて、普通に。あと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 、これね。あ、やっぱ地図いらない。来た。ピッ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 。全くどこかわからんな、これ。ん？南東か。ひたすら南東に住んだらあるっぽいな。トイレットウィルビーベリーヘルプ。ヘルプフルインデオーシャンモニュメント。ああ、トライネット持ってたら、すごい役に立つぞと。めっちゃ助けになるぞと。ああ、惜しい。I want to trident present for me. 惜しいよ、俺だって。俺だって惜しいよ、トライデント。誰かちょっと届けてくんないじゃん、トライデント。まずトライデント取らなきゃいけないもんね。もしトライデントはなくてもいけるっぺ。たらちょっとさすがにイージーなんじゃない、さすがにめちゃくちゃ楽だろうな。俺今までちょっとたかしのさばきに頼り切った男だったからな。葉っぱ、いや逆に、あ、ちょっと待って、ドロップーン、ドロップ、あ、これつけて、これをこの剣につけてドラウンドボコってたら取れんじゃね。幸運の剣にしようか。じゃあこれ、いや、ドロップ増加してもジャババンきつい。マジ、ジャババンもしかして確率調整されてる？何パーなんだろう？さっき8パーって言ってたけど、もしかしてもっと低い？ジャバ版。ジャバ版って言いづらいな。統合版をしなさい。取れなさ具合ほんと鬼畜。ジャバ版8パー？ 8 パーとか余裕じゃない？じゃあ分かった。分かった。じゃあ、まず、分かった。今夜、湧いてきたゾンビどもを池に墜落させ。そして、私は、この幸運をつけたダイヤモンドの剣でぶん殴る。そこで取る。見とけ。その今夜取る。今夜絶対取る男。今夜は絶対に取る。あ、じゃあ、トライデント。I want to トライデント。これでいいですか？I want to get トライデント。トライデンツ。伝わるでしょ、これで。わかるでしょ、トライデント欲しいっていうことはさ、I wanna get トライデンツで。ダメダメ、そういう、そういうのがダメなんだよ。凝り固まった、そういう。この wanna get はまあわかる。それはわかる。そういうのが良くないのよ、もう。伝わりゃ何だっていいんだ。I want to トライデントでも、まあトライデントまあ欲しいんだろうなって。なんとなく多分わかる、きっと。外国の人も。まあトライデント欲しいんだろうなって。きっとわかってくれる。よし、これ行こう。もう夜だ、やばい、行かないと。行かなきゃ、もう夜になっちゃった。おい、行くぞトライデントども、お前たちはトライデントになるんだよ。おしゃれ、全身おしゃれスケルトン。違う、これゾンビか。お前スケルトンじゃないか。あいつガチだな、頭しかも延長してるし。行くよ、はい、みんな行くよ。はい、君は行かないよ。はい、君は行かないよ。はい、君は行かないよ。はい、みんな行くよ。はい、行くよ、おいで。はい、ちゃんとついてきて。はい、ちゃんとついてきて。はい、ちゃんとついてきて。ちゃんとついてきて。君たちトライデントになるんだから、もう決まってるからね。なんかやる気、くっそやる気あるゾンビだろ、今。一人だけ。スーパー上下おしゃれゾンビいる。はい、ちゃんとついてきて、ちゃんとついてきて。はい、どうせトライデントになるんだから。水中ゾンビじゃ、え？これダメなの？え？水中、もともとトライデント持ってないとドロップしない。え？マジ？あれ？あ、そういうことなの？あ、マジ？こいつが、水のゾンビになったら絶対落とさない。落とす確率ない。一般もない。一般もない。え、天然育ち、天然生まれ。天然じゃなきゃ落とさない。おい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 、マジかよ。過酷すぎんだろ。え、ノーちゃんこれ。ノーちゃんなのこれ。1% もない。いや、それはちょっと無理だわ、じゃあ。なったわ。こいつはダメってことだもんね。こいつじゃあ。わかった。じゃあ今日はトライデント取りに行きますか。そうしましょう。
ちょっと海底神殿はじゃまず探すのがクソ時間かかるから、結局トライデント取りに行こう。それだったらまだ可能性ある。トライデント狩りしよう。天然物のドラウンドゾンビが手に持ってなくてもただ落とすみたいな。ドライデント持ってないと落とさない。うえーマジやばいじゃんそれ。うわあいつトライデント持ってるわーっつって倒して落とさなきゃいけないんだそいつが。絶対無理やそんな。ダメだこれ、海底神殿行った方が早いわ。いやちょっと夜なってくんないかな。そのせっかく作ったこれ全部、これ全部使ってちょっとどっか飛び込んでボコボコにしたいな海の生物。せっかく作ったんだしこれ使いたいんだけど、何も使わないでこれ作っただけで終わり嫌だわ。なんか使いたい、使ってもボコボコにしたい。海な、近場にないからな。ここ横浜行く？横浜の海中の生物を根絶やしにします。試し切りじゃ。この薬物がどれほど私に効くのか試してみよう。あった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 、オッケー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 、よーしやるぞー。いねえのか天然の。一応ドラウンドゾンビを処す気持ちでいきます。ほらいるのか。今見せてやるよ俺の本当の力を。なこれ1分半しかないの、ちょっと厳しいな。い強くね、これが攻撃力7か。これでおえどうやって飲むのこれ。おっ来た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 、うーん、ちょこの中で飲む。暗い。しかしこれを飲むことによって、うーん、視界良好。うわ綺麗、サンゴ。ほらほら、あれなんか取った、シーピクルそんななんだ。シーピク取った、シーピク。うわーすごい、こんな深いの。これあれじゃん、地上の狭間じゃんみたいな感じで、すげえ深いんだけど。ここやばっ、やべやべやべ、ちょっとマグマブロックが俺の邪魔してくる。すごい綺麗だねここ。シューン、お、どい、うえーくそ、なんで、おい、なんでだよ、なんで持ってきてねえんだよファック。すごい綺麗。ここ楽しい。いいスポットだわ、ここは。いて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 、おい、いて。ちょ、フグ、バカだれ。すごい綺麗。やば、これ、やっぱ暗視ポーションのおかげだ、これ完全に暗視ポーションが。めちゃくちゃきて、わー、なんで、なに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 、なになになに、これどうした俺、どこここイルカくんが押してくれたのか、押してくれたか、乗せてくれたのか。ここら辺ゾンビ全然いないね。やっぱあの、なに、海底遺跡、海底遺跡の周り結構いいんだよな、あいつら。イルカワンチャン海底神殿連れてってくれる。マジ、そのまんまもう何もしてなくても竜宮城的な連れてるくんねえかな、マジで。生だらあげたら連れてくる？本当に？生だら、生だらどれだ？今度甘だらじゃね？おら！来た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 。おら！おい、待て。おら！イルカくんに食われるんだよ、お前は。あれ！うわ、こいつ釣り竿持ってるわ。連チャしてから来い。どここれ？やばい。海底楽しみすぎてる。イルカくんいなくなっちゃったよ。めちゃくちゃ綺麗だな。すごい。あれ、いた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 。何も持ってねえよこいつ。ノーセンス。綺麗だね。ここ綺麗だもんね。ここすごい綺麗だね。ここ。ここハイパー綺麗だな。しかもこのマグマブロックによるこの、これも綺麗。幅も。水泡。ポーションの残り時間わからんな。確かに。まあでも大丈夫。それでも水中呼吸がついてるから。もし切れてもすぐ戻る。上がれる。水中歩行か。水中呼吸もついてる。水中呼吸、水中採掘。水中強強マンだから大丈夫。あ、切れた。暗いよ。助けてくれ。これはこれで綺麗だな。うわ、センスないやついるわ。
水の中でベイクドポテトを食べる男。やば、襲われてる。やめとけ。やめとけ、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 やめとけ。やめとけ。うるせえ、うるせえ。どけろ。やめろ。荒らすんじゃねえ。ここは横浜だぞ。俺が名前をつけた街を荒らすんじゃねえ。横浜を楽しむゾンビ。ちょ、ベッド、ベッド、ベッド。邪魔だ。ここは俺んちゃつってんだろ、何回も。いや、でも、このポーションの威力。まぁ、ちょっと力のポーション使わなかったけど。確かにこれはあった方が絶対にいいですね。じゃあね、いつものところにぶん投げていきたいと思います。さあ、今回、卵ガチャ一体、何個、ひよこ、鶏の子供ですね。が生まれるのか。前回は確か5。で、かなり上振れ。最近ね、445とかなんですよ。上振れ続き。さすがに確率が収束して、まあ2。なんだ、0の時もありましたからね、16個投げて。これはもうわかりません。じゃあ行きますよ。はい !2 個で1体出ましたよ、SSR。うわ、また調子上振れかな、これは。今日は逆に4、4、5、6いっちゃうんじゃないのみたいな。このまま2回に1回でしたら8ですからね、8。もう1に入れた人はもうこれ以降1個も出ないってことだからね。なるほどね。まあ5個投げてまあ1個ってね。まあこれままいったらまあ3だよね。3。まだまだあるよ。まだあるよ。あっ。なるほど。やばいぞ、これは。確率収束おじさんじゃん、これ。やばい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 。2は欲しい、せめて。2は欲しい、2は。2は欲しいよ。2は欲しい、2は、2は、鶏がいる。やばい、1で終わる。やばい、1で終わる。2個で出たのに。さっき。やっぱ今日、運使い果たし、侍？あ、ガチでやばいぞ、これ。やばい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 、14個出てない、もう連続で。いや、これ出す、これ出して、これ出して1の人も、1の人を外れさせる。ダークネスサンダーライトリング。出てないな。はい、というわけでね、足もくじいたし、牛くんに当たったし、じゃあ1個と。いやー、僕の見込みが甘かったですね、今回は。バブル弾けた、まあ、そういうことよね、気を引き締めてね、やっていきたいと思います。そんなわけでね、本日は結局ね、回転神殿には行けなかったんですが、まあ、ネザーでね、ブレイズという敵を倒して、ポーションを作るとこまでは、できましたね。次回はね、必ず回転神殿に行って、今回作ったポーションをすべて駆使して、もうめちゃくちゃにしてやりたいと思います。すべてのガーディアンを倒して食べます。ガーディアン道中食べ歩き、ガーディアン食い倒れします。そんなわけで、 ありがとうございました。 Thank you。 おやすみ。 Good night。